境南ダイバート、境南ダイバート、境南ダイバートの一室み、境ダイバートは、大阪府堺市堺区大浜北町及び北鳩町にあるダイバートである。堺ダイバーは、旧堺港の南北に築かれ、南大場が現在の大浜公園内、北ダイバーが現在の大浜北公園内にあった。南ダイバーは増築当初は、 南北約360メートル、東西最大約183メートルの方形型で、あったが、南北295メートル、東西195メートルの規模を有す、両方式台場に改築された。改修後は北、西、南側は、石垣で囲み、南北に堀を設けて、大砲18門を備えていた。南台場について描かれている、境浦両五台場図が残る。 北台場は南北約90メートル、東西約70メートルのこの字型のドルを有し、36巻目の九方大法八門を備えていた。北台場について描かれている安政2年の堺後、台場の図が残る。南、北両方の台場について描かれている、堺後台場の図も堺図書館に残る。安政元年9月に築造された大鳩包みに、 大鉄砲台場に2カ所小鳩包みに1カ所が原型である。当初は塩除けとして、浜手に気づいてあった台場を再利用したものに過ぎず、これをもとに増築、改修が繰り返し行われた。後期の詳細な記録は残されていないが、北台場は安政元年に着工され翌年に完成。南台場は安政5年頃には竣工したと推測されている。南台場の改築は、 堺警備を担った彦根藩によって、源氏元年6月頃から開始され、彦根藩退役後は堺武用に引き継がれ、慶応2年正月に完成した。南北の台場は明治に入ると兵部省の所管となり、明治23年に堺市へ移管された。南台場は陸軍省所管時代の明治12年に堺県によって、 大浜公園として整備され、北大和も明治40年に堺市によって大浜北公園として整備された。現在では公園内に石垣や堀の一部が残されている。ありがとうございます。